デーナ・スコット、デーナ・スチュアート・スコットは、アメリカの計算機科学者、数学者、論理学者、数学的に難しい問題についての素養に基づき、非形式的だが厳格な方法で、計算機科学、論理学、哲学にまたがる領域の根本的概念を明確化させてきた。オートマトン理論についての業績により1976年にチューリング賞を受賞。 1970年代には、クリストファー・ストレイチーと共同で、プログラム意味論への新たなアプローチを基礎づけた。要素論理、位相気化学、言論などでも、業績を残している。2012年現在は、カーネギーメロン大学で、計算機科学と哲学と、数理論理学の名誉教授を務めている。事実上を引退しており、カリフォルニア州バークレー在住。 2005年に創刊した学術誌の編集長を務めている。1954年、カリフォルニア大学バークレー校にて学士号を取得。その後、同大学院でアルフレト・タルスキの指導を受けるが、タルスキとの間でトラブルが発生し、プリンストン大学へ移ることを余儀なくされる。ただしタルスキとは、その後、和解している。1958年、 プリンストン大学にてアロンゾ・チャーチの指導の下、カンバー・アジェント・シンキンセス・オブ・コンプリート・ティーリスという論文を完成させ博士号を取得。ソロモン・フェッファーマンは後にこの頃について、次のように記している。博士号を取得すると、シカゴ大学に移り、1960年まで講師として勤務。1959年には、プリンストンでの同僚マイケル・ラビンと共同で、 ファイナイトアウトマタアンドゼアディッシナンプロブレムという論文を発表し、非決定性有限オートマトンのアイデアを明らかにした。これが計算複雑性理論の基礎概念となったことから、ラビンと共にチューリング賞を受賞した。彼の業績は、オートマトン理論、合理的集合論、プログラミング言語の意味論、言語哲学等、多岐にわたっており、1959年に、 マイケル・ラビンと共同で発表したオートマトン理論に関する研究1により1976年度チューリング賞を受賞しているカリフォルニア大学バークレー校で数学助教授の職を得てバークレーに戻ると数理論理学の古典的問題特に集合論とタルスキ的モデル理論の研究を行うようになったメジャーブル・カージナルスカンストラクタブル説 という論文においてを証明した。この頃から博士号を目指す学生を指導するようになる。この頃の指導学生としてはジェームズ・ハルパンやエドガール・ロペス・エスカバーがいる。この頃ジョン・レモンと共同で様造論理の研究を始めている。レモンは1963年にカリフォルニア州クレアモントに移った。スコットは特にの自相論理と自然言語の意味論における 時間の扱い方の関係に興味を持ち、バークレーの学部学生だった頃からの友人である、リチャード・モンタギューと共同研究を始めた。後にスコットとモンタギューは、それぞれ独自にの様相論理及び、自相論への重要な一般化を発見し、と呼ばれるようになった。レモンと共に、様相論理の教科書を執筆していたが、1966年に、レモンが亡くなったため中断した。 スコットは未完成な論文を同僚らに回覧した。それはモデル理論の意味論の重要な技法をいくつか導入したもので、特にカノニカルモデルの改良とフィルターシャンズを通してモデルを構築する重要な技法がある。それらは現代の中核概念となっている。スコットは最終的にレモンとの協調アンイントロダクション2モーダルロジックを出版した。 の初期の観測に続き、ソロベイア・ペトル・ボビエンカと、ほぼ同時期にスコットアの概念を定式化した。1967年の論文、A プルーフ・オブ・ザ・インディペンデンス・オブ・ザ・カンティン・ミュー・ハイパサシスで、ブールチモデルを使い、ポール・公園が連続体仮説の独立性を証明したのとは別の、証明を与えた。この業績により1972年に、スティール賞を受賞している。 1972年、オックスフォード大学哲学科の数理論理学教授の職を得た。この頃、クリストファー・ストレーチーと共同研究しており、管理職としてのプレッシャーにもかかわらず、プログラミング言語の意味論の数学的基盤を築く、根本的な仕事を成し遂げ、この業績でスコットは最もよく知られるようになった。全体として表示的意味論へのスコットとストレーチーの アプローチを構成している。それは、理論計算機科学における最も有力な業績の一つであり、計算機科学の主要な学派の基盤となった見ることも、できる。中でも、領域理論の定式化への貢献が大きく、再帰関数とループ制御構造を持つ、プログラミング言語の表示的理論を与えることを、可能にした。さらに、領域理論と彼のの理論を通して無限かつ連続な、 情報を理解する基盤を提供した。この時期の業績から以下のような賞を受賞している。カーネギーメロン大学に移ると、領域理論の後継として、イークイロジェクルスプイセスの理論を提唱。様々な長所があるが、特にイークイロジェクルスプイセスの件は、デカルト平件だが、領域の件はそうではない。1994年、アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシリーのフェローに、 選ばれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。